吉本110周年記念須崎になろう。さあということで、もういよいよ吉本公式のね、社を挙げてやることになりましたね。2回目になりますか、東京からのゲストでございます。この方です、どうぞ。どうもエルフの春です、お願いします。いや春やないか。じゃあ何なんそれ。春やないか。見てないって別に。春が来てくれました。お願いします。おかえり。ただいまです。おかえり。ごめんな、今日ちょっと大阪で仕事あるのに。あ、そうです。だから余計嬉しいです。これ見てたんです、ずっと。あ、マジで。はい、須崎なら見てくれた。下田になろうまで見てるんだ。発生してずっと相葉くん意識してます。してないですよ別に。ずっとやっぱ相葉くんの中身がだから、デビュー当時のジョー・ミチルさんが似てるんですけど、その路線的にはそこです。いい方に言ってもらって。ちょっと俺もどうなるか分からんけども、はい、またノープランです、ほんまに正直。やっていきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。どうしよう。じゃあさあみたいな感じでスタートやっていくけども。はい、お願いします。まあでもちょっと触るね。はい。あ、細いんだ。え、思ってるより細いんだ。あ、そういうのもあるんですか。うん、毛質が直毛やな。そうです、だからそれが嫌で一時期パーマ当ててました。一時期やってたよな。はい。うわあ。え、いるかなこの時間、このもしゃつく時間。思いつくやったら嬉しいんですけど。全然長いな。ほんま2ヶ月ぐらいマジで切れてないんで長っ。まあでも、はい、そうやね、俺この須崎になろうってさ、こう大体上げてる人は下ろしたりとか、はい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 、下ろしてる人は上げてみたりとか、はい、やったりしてんねんけど、はい、まあ、春はそうやもんな、もう普段からこの感じやもんな、はい、ちょっとまたこのコツを駆使して、ちょっとパーマっぽくしよっかな。きたー、はい、嬉しい。パーマっぽくしますけど。はい、お願いします。やっていくよ。じゃあ、はい、お願いします。この後出番やんな。この後、はい、かけるライブとダブル東さんのライブです。あるんか。あります。みんなあのさ、はい、終わったら直しよんね。はい、そのまま出てくれる。え、よければ出させてもらいます。そのなんか保険かけんの。よければ一応個人的なストレートアイロンもございますので、はい、そこはもう私物のな。はい。あ、いいいいいい、言うこと聞くわ。あ、よかった。めっちゃ言うこと聞くわ。やっぱあるんすね、髪質とかでも。あ、ええやんええやん、はい、言うて東京行ってさ、もう仕事も増えてさ、こうちょっとずつ結構セットとかしてもらうことがあるんちゃう、ちゃんとしたプロに。いや、あるんですけど、普段とのギャップが生まれすぎて、うん、笑ってまうんですよ、みんなが。そのちょっとやっぱりプロの方がメイクやったら綺麗やし、ちゃんとやってくれるから。で、前髪をファッて上げていただいたら、そのほんまに宝塚の方みたいになっちゃうんで、もう極力その変えないように。あー、うわー、どうしよっかな。やりにくいな。はっきりと言った。はっきりと言いました今。私よっしゃと思ったのにこれ入って。ほんまに。ほんまに思いました、マジで。あの、そんな興味持ってくれんの珍しい方や。マジですか。ほんまに、なんかな、須崎になろう、ちょっとなんかみんな、え、須崎になろうやろみたいな。あ、この二人でさ、はい、この部屋、この場所、バズリタガール、やっぱ。ちょ、もうえって。懐かしいな。バズリタガール、えって。バズリタガールやんか。いや、それ、私は大好きでしたけどね、うん、あの番組を。私はってやめて。じゃあ、私はね、みんなそれ大好きで。伝説の番組やったんですよ、バズリタガール。ありましたね。ね、多分見てる人に全員知ってると思いますけど。2回ぐらい最終回迎えたって。説明いるって思う。集客満席ならないと最終回ですって言われて、うん、もう3分の2ぐらいしか埋まらんかった、ちゃんと最終回で。もほんまバズるためにみたいな番組やってんけど。そうです。メンバーがな、だってすごかったんから。そうです。エルフもやつし、ランランもで、天才ピアニスト、猫屋敷もおったし。そうです、そうです。まあ今解散しちゃったけども、いっぱいすごい女芸人出てましたから。そうやで、そっからもうみんな出たことを忘れてほしくない。いや、私らはずっと言い続けてますよ。なんでわなんかなかったことにしてラミーさんがそのボケみたいな感じで言うから。バズリタガールの曲も配信されてます。覚えて誰が聞いてんの。バズリタガールの曲も配信されてます。そうです、ありますよ、 iTunes に。わ、これ結構いいぞ、ちょっと待ってよ。あ、マジっすか。うん、ちょっとこう外羽とかにもしちゃおうかな。そっか、これどういう感じになってるのか見れへんすもんね。そうやね。あ、意味ないことしちゃった、ごめん。え、無意味な行動。ただただ痛みつけた、ごめん。じゃあ、まあ、あの、はい、なんていうの、そのふわっとさせたいのよ。あなたもうこうペターンってなってる。そうなんですよ。ありがとうございます、私の悩みを言ってくれさって。ここをね、持ち上げたいのよ。ほう。ちょっと火傷したよ、ごめんなさい。絶対嫌ですよ。ちょっとごめんなさい。
仕上げたい。いやまあまあでもいい感じよほんまに。荒川とかさ、はい、あの結構やっぱ時間かかってんのメイクの。荒川メイクと髪の毛で、まあ、1時間ぐらい。やっぱりメイクと髪の毛で1時間。はい、私はもうメイクと髪の毛入れて10分。しかで完成です。時間すごいな。じゃあ荒川町みたいな時あったりするんやね。あ、全然あります。よし、下地はちょっとできてきましたよ。早っ。はい、ちょっと一瞬こっち見てください。雑やなこの美容師さん。ちょっと待ってくださいよ、はい、中の方がな、ちょっとまだ、ちょっと待って、ちょっと押さえといてこうやって。はい、協力プレイあんのこれ。すごい、触った感じだけでももう全然ちゃう。もうでもまあ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 もういいかな。あ、私耳拭く耳なんで気をつけてくださいね。気をつけるってね。一回挟まれたことあるんで。怖っ。マジで。はい、須崎さん的に過去一良かったなっていうのはどなたなんですか。俺でもほんま最近で言ったらカカオの浦田スタークとか。あー、浦田良かった。確かに浦田良かったし、いやそれこそニーヤも良かったのよ。ニーヤ良かったけど、なんかもうニーヤももう言うこともう決めてたよな。鏡見た瞬間なんやこれ。間違ってる間違ってる。言うこと決めてるんじゃん。めっちゃええ感じやったのにほんまに。間違えてたやん。本人のなんやこれでもう一気にダメになる。確かにね。よし、はい、はい、OK、下地 OK。 おお、どうなってんのやろ。こっからですよ。ワックスなんかつけるべきなんかな、もう分からへんな。これはもう須崎さん次第ですよ。でもプロの方がやってくださる時はつけますよ。つけてる？はい。あー、そうなんや。このウェーブつけてくれた時とかはもう形残るように。いやほんま女子の分からへんな。ママつけるか。じゃあおこっち柔らかい方つけますわ。はい。どんなもんなんやろ。お、なんかちょっと、いやいや、その一緒ですって。同じ人間なんだから。同じ人間なのだからさ。ジョージ、その長い人のワックスのつけ方そうか、確かに男性やったらね、もうわーっと。そうそうそう、ちょっとにしょこ、じゃあつけていきます、ね、はい、はい、お願いします。ちょっと女性やから優しくね。いや、優しいんちゃうんかい。じゃ何してんねん。あ、もうラニーノーズさんのあかんとこ出てるわこれ。山田さんも須崎さんもパーンってなんか入んねん。じゃあよくしてほしいんよ。あ、遊んでほしないの。何してんねん。何してんねん。落ち着けや。あんたや、須崎になろう。こんなんちゃうやろ。まずはな、こう全体につけてね、はい、ついてんのかこれ。分け目どこ行った。最悪や。分け目どこ行った。分け目分け目ありました、ありました、見つけました、はい、ちゃんと見つけてください。何してんねん、ずっと。見つけましたよ。はい、なに、こっち向いてください。あ、相葉くん。相葉くん。相葉くん。マジ相葉くんやん。すごちょっと待ってや。言うて須崎になろうなんでね。あ、そうですね。多少はちょっと須崎に寄せないと。笑い方キモいかも。はい、ちょっと待って。あ、かっこいいかっこいい。おお、かっこいいよ。あー、なるほどな。お前なるほどな。なるほどな。え、どうなんやろう、楽しみかも。この辺がちょっと、はい、はい、まあ、OK! できました。あ、完成です。マジ、はい、見てみたいと思います。はい、さあどうなることかと思いましたけども、なんとか完成しましたんで登場してもらいましょう。どうぞ。はい、来ていただいてね。さあ、どのように変身したのでしょうか。いきますね。はい、マスクオープン。キャ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 。見えてないから何も言えへんのよ。これ良くないですか、本当に。え、どうどう、逆に。いや俺はすごい変身は遂げたかなと思ってんだけど、はい、だってもう最初がストーンやったやん。もまあそうですね、ストレートな感じなんで。なんかずっと手直しがあったけど、これの後って手直しありましたっけ。不安の数だけ手数あかんよ。ちょっと見てみる。見たいです、めっちゃ。見てみよう。ほんま正直な、正直に言います、もちろん。ほんまにオフだよ。嘘は嫌なんで。いらんから。はい、はい、それではご覧ください。おお、私は好きかも。マジでよかった。すごっ。もうね、前回のほんまニーヤンがトラウマで、はい、でも何これ。違う今横で見たら。いやいや、そういうことやん。いや、羽外羽、ね、この羽はいるんすか。ファイナルファンタジーとか見たことない。じゃあアニメのね、外羽の。ありますけど。こことかめっちゃオシャレですやん。オシャレやろ。はい、
え、めっちゃ、いやなんかおしゃれな感じにしてくださってますやん。やろ、最高ですって。私は、はい、出れるこのまま。外羽は直しますよ多少の。え、でもめっちゃ嬉しいさ、私いけてるよ、はい、まだほらこのモシャット感、パーマっぽいね、本人が言うてますから。はい、私はね、本人がね、そう、本人が言うてます。はい、もうみんなのコメントじゃなんか守るように守られて言ってますよ皆さんね、もう温かいコメントしか見ないんでね、僕はありがとう。いや、ありがとうございました。このままじゃあもうかけるライブとダブル東のイベント出てください。はい、ちょっと直しますけども、はい、じゃあ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。苦じゃないタイプなんで、うん、見ながら。今日前のタバコ待ちみたいな時間あったけど。はい。私のタバコ待ち？うん。この先輩でな。まあそれは謝りたいところです。謝りたい。謝りたいところ。謝りたいところですけども。全然いいけど。